FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では SBI FX トレードと SBI 証券さんが提供します FX アルファの違いについてお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。なお、この動画は小手川幸也が個人的に作成したものであり、 SBI ホールディングスさんは関係ありません。ということでですね、SBI の名前がついた FX サービスというのは2つありまして、やられたことがない方はどちらがどちらなんだと、どう違うんだということが、気になった方もいらっしゃるかもしれません。検索しますとね、どちらのサービスも出てくるので、はい、でそれぞれ、違うサービスで、違う会社が行って提供しております。でですね、まあ、イメージとしては東証一部上場企業のSBI ホールディングスという企業があるんですけども、まあ、大きな金融、企業ですね。金融に関する企業。そこにですね、このように、ぶら下がったような形で SBI 証券という会社と SBI FX トレードという会社があります。まあ、これ以外にもいろいろこうぶら下がってるんですけども、まあ、今回この2つ取り上げます。はい。でですね、まあ、FX をする際に、業者を比較するとき、スプレッドというのがね、まあ、最も重視される方が多いポイントです。でですね、一つちょっと前に戻りますけども、まあ、信頼性という意味ではもう同じグループに属しているので、まあ、ほとんど同じと思っていただいても大丈夫だと思います。要はね、この親がどうかということなので、はい。で、また戻りますけども、その、まあ、信頼性も大事ですけども、スプレッドも大事です。で、そのスプレッドがですね、まあ、それぞれね、ちょっとこの動画投稿時点でのスプレッドを、出していきたいと思います。でですね、ちょっとややこしいんですけども、SBI FX トレードさんは取引数量に応じて変わってくるので、今回は1万通貨以下ということでお話しますね。はい。で、まず、米ドル円のスプレッドですけども、もうここでも大きく違いますよね。0.8 銭から 1.2 銭と 0.27 銭、4倍、4倍ぐらいの開きありますよね。はい。1.2 銭の時と比較しますとね。で、次、ユーロ円ですね。ユーロ円も取引される方多分多いと思うんですけども、ここでもね、2倍以上の開きはあります。SBI FX トレードの方が狭いです。こちらの方がね、右の方が。はい、ポンド円。こちらもね、2.8 銭とこちら 1.19 銭なので、こちらも2倍以上の開きがあります。こちらは半分以下ということですね。はい。ということでね、圧倒的にスプレッドが狭い。スプレッドだけで比較すると、もう完全に SBI FX トレードの方が優れているということになります。はい。でですね、まあ、それぞれ一応メリット、デメリットがありますので、そちらもお話します。はい。まず、SBI FX アルファ、ごめんなさい。これ SBI 証券と考えてください。SBI 証券の方はですね、はい。株式や先物などの取引が可能で、まあ、総合口座をイメージしていただいたりですかね。はい。いろいろな金融商品が取引できる SBI 証券のサービスの中の一つが FX としてある。なので、いろいろなことが取引できて、多分資金のね、移動なんかも比較的簡単だと思います。ただ、スプレッドがね、FX 専業と比較すると広い。SBI FX トレード以外の、まあ、他のね、FX 専業と呼ばれる業者と比較すると、やっぱ証券系、証券業者が提供している FX というのは、スプレッドが広い傾向にあるので、そちらも広いと思ってください。でですね、SBI FX トレードの方のメリット、デメリットですね。はい、もうメリットは、スプレッドがもう狭い。はい、先ほど SBI FX アルファとの比較をしましたけども、FX 専業の中でももうトップクラスの狭さです。まあ、ほぼ1番。通貨ペアによっては1番のものもあります。はい。でも、デメリットとしてね、FX しか取引ができない。この動画投稿時点では、FX しか取引ができません。FX 専業なのでね。まあでも、もう最初から FX しかしないと決めておられる方にとっては、もう断然、こちらの方がメリットが大きいかと思います。はい。でですね、その SBI FX トレード社のさらなる詳細と、そして私のブログ限定特典というものがありますので、そちらはね、この動画の解説欄に URL を貼っておきますので、よければ、詳しく知りたい方はそちらも参考にしてみてください。そしてね、実際に講座を開こうと思われている方は、こちらも参考にしてみてください。
はい、ということでね、今回はこのようなお話でしたけども、これ以外にも FX バイナリーオプションシステムトレード、そして週末には来週の為替展望などなど、いろいろな情報を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、こちらの検索キーワードで検索してみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。